この動画を最後まで見るとオレンジがさらに美味しくなる。一番好き。はい、どうもこんにちは、スタバンドへようこそ。最近スパイエアハマってます、レンです。カイトです。こんにちは。いい、いやもう最近ハマってるというか、まあずっと好きだったじゃん。うん、久々にジャパニケーションとマイワールドいっぱい聞いてるわけ。マイワールドマイワールド懐かしいめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいね。でここ1ヶ月3週間ぐらいずっとマイワールドしてる、うん、マイワールドしてるやっぱいいなってなってて、やっぱそのボーカルが変わったじゃん、はいはいはい、池さんから陽介さんに変わって、はい、俺らの青春は池さんだったけど、うん、陽介さんのボーカルのバージョンのサムライハーツとかもいろいろ一周してすごいなと、よくそこのすごい大変なボーカリストのところに入ってめちゃくちゃ自然にいけてるじゃん、うんうん、確かにそうだな。なんなら配給で使われて、うん、オレンジの曲でめちゃくちゃかっこいいなって思ったんで、その陽介さんのボーカル分析やっていきたいと思います。はい、はい、ということで今回はスパイエアーのオレンジのボーカル分析動画、早速レッツゴー。今回の分析ポイントは4箇所。まず第1注目ポイントが STK の勢い。 STK がすごい。死因の話ね。おおすごい、分かる。さすが慣れてきたね、スタバンド分かってきてる俺もさすがに分かった、さすがに分かったさしすせそ、立ちつてと書きくけこ、なんかぶっちぎりで強いっていうか勢いがある。順番は何なの？いやちょっと言いやすい、まあ、AKB に寄せてちょっと SKE とかそっちにちょっと寄せて、ね、みんなが覚えやすく、うん、まあ覚えなくていいんだけど今回だからその母音と子音で、母音があいうえおね、うん、子音がかきくけこだったら K、はい、かきの子音が強い、うん、今回聞いてて思ったのはめちゃくちゃ STK が強い。なるほど、そうそうそう、まあまあ一回流してみようか。はいはい、その陽介さんの STK、 まずはじゃあ S を。いやめっちゃ気になるその俺はちょっと馴染んできたの。馴染んでしょ、もう早いじゃん。陽介さんの STK めっちゃ言いやすいやつ陽介さんの STK ちょっとまずみんなに聞かせていきたいと思います、はい、まず STK の S なんかあれみたいな、あいうえおさん素晴らしい作業。はい、素晴らしい作業、素晴らしい作業をまず聞いてみたいと思います。場所が1分29秒の小さな背中のチーと小さな背、うん、サナセ、はいはいはい、 S ね、 STS、はい、注目して一回聞いてみよう、いくよ。小さな背中に、もう際立ってるね。際立ってるでしょ、際立ってる。 STK が今全部入ってたね。めっちゃ綺麗、ね、めっちゃ綺麗。なんか滑舌めっちゃいい。そう、滑舌がめっちゃいい、うんうん、その池さんの時より、うん、まあ、比べるのもあれなんだけどなんか池さんって、うん、どっちかというと滑舌っていうよりは個性とか、うんうんうん、勢いとか特徴がめっちゃある人だった。そう、滑舌に特に特徴あって、うんうん、今回はそれをめちゃくちゃ綺麗にした、うん、めっちゃ聞きやすい、うん、そう、うん、めっちゃ聞きやすい綺麗ね。そう。でも今のちょっと待って、めっちゃ恥ずかしいわ。やめてほしい。いや、もっと聞いてほしい。使われてほしいな。なかったんだよな。あ、わざとじゃない。違う違う。自然にあげる。全然違う。すごい。めっちゃ聞きやすい。うん。そう。うん、めっちゃ聞きやすい。あ、だから、小さな背中。ちょっと、戻ってきて早く。はい、小さな背中の、その、うん、全部を母音まで大きくしちゃうとちょっとくどくなるんだけど、うん、その陽介さんは子音だけをめちゃくちゃ勢いよく、うん、チッと、いさんな背中がめっちゃ綺麗だね、うん、背中つ、背中、これよ、それが TSK、 TSK じゃない今流れが小さな背中だったからさ、そう STK、はいはい、ちょっと間違えちゃったのでもそう S に注目して聞いたこの小さな背中だけでもめちゃくちゃさっぱりして気持ちよかったです。うんうんうん、で今回はじゃあ次 K、 はいはい、 KT KT ね、 KT っていうとこがあるからちょっとなんか一歩間違えると呼ばれてるんじゃないかなカイト、カイト KT、 確かに KT、 はい、はい、これから呼べるやめてやめてやめて
今回のその KT が2分27秒のキット、うん、キットキット、裏声拳は言えないですみたいに言ったけど、普通に裏声拳入れないで、うん、すごいそれぐらい勢いのあるキット、はいはいはい、 KT ちょっと一回注目して KT がいくよ、ちょっと今ダメだ、聞いてみようがいい、聞いてみようがいいね。KT がいてるから、ね、KT がいてるKT 注目してる、 KT 嫌がったから聞いてみよう、いくよ、もうはいはいはい、そうくる、すごいでしょ、うん、こっちも比べんのあれやけど、ちょっとワンオクの高さ感も感じる、うん、あー今のとこめっちゃ似てるね、あ似てる、やっぱりトーガー、ヒーンの強さがもうアメリカ人じゃん、まずそれ分からんけどツーそうそうそうみたいな、このなんか似てるわ、うん、確かに、へえ、めっちゃかっこいいやから、うん、でももともとの陽介さんのスパイア入る前のバンドの音源ちょっと聞いてみたんだけど、あそうなの、結構全部英語で、うん、なんかワンオクチック、ワンオクとスパイアチックだった、結構、あそう、俺もなんかそのネットの記事で読んだんやけど、うん、そのもともと洋楽チックな感じの作曲とかもできる人らしくて、そう、曲を作ってて、うん、でなんかその陽介さんが作ってくるアレンジはちょっと洋楽っぽいような感じってなんか他のメンバーが言ってた気がする、やっぱ洋楽特化版なんだ、その英語喋れる人の STK ってすごいんだよ、あなんか最近の俺の特殊能力が、 あ君英語喋れるでしょ、特殊能力そう喋ってて STK がちょっとそう、ちょっと際立ってる人は、うん、英語喋れる人って言うと大体3年行ってましたみたいな、本当にマジでそうそうなんやで、まあ、英語は伝わんないの、その S をこれぐらいスってやんないと、うん、会話として成り立たないから、はい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 、みんなあっち行って STK めちゃくちゃ鍛えてくる鍛えてくるあまあまあ、え帰ってきた人の STK ちょっと注目して聞いてみ、みんな帰国子女さんたちの明らかに日本人と違う、もう癖づいちゃうぐらいスって出てくるから、何の話だっけ、いやきっときっとでしょ、でもきっともう思ったよりすごかったでしょ、あすごかった、いつも最近なんか死因強いって言ってもポカーンってしてるけど、うん、今回は結構分かりやすい、分かりやすい、うん、きっとのキーが特に、うん、いやかっけえなって思って、でも滑舌とか全然池さんと違うけど、なんとなくスパイエア感って感じない、ある、わかる、感じるでしょ、うん、その感じるところが、うん、ここすごポイント、はい、めっちゃ気になる、ここすごポイントが笑っちゃダメでしょここすごポイント、いや笑うだろうな、ここすご KKS ね入ってるから KKS ね、ここすごポイントが紡いでくがなり声、おー、はいはいはい、池さんといえば俺の中で2つあって、うん、裏声拳とがなりだった、うん、スパイエアの池さん、その中でがなり、うん、めちゃくちゃ受け継いでる、うーん、その元々の陽介さんの曲聴く以上にやっぱオレンジではがなり受け継いでて、じゃあどういう部分かっていうと、1分3秒の明日へ向かうのあ、ちょっと今やっちゃってるチックな感じがあるんだけど意識しちゃってるからそんなやってない明日へ向かうのアに注目して一回聴いてみる、いくよ、あボーカルチョイスで今用意してきましたアに注目、はい、いくよ、笑い合って泣いて明日へ向かう、うん、このブレス混じりのがなりがもうっぽいね、めっちゃそう、それだわ、それだったわ、題名ブレス混じりのがなり正解出しちゃった、正解出しちゃった、あの人すごいね、すごい特殊能力でしょ、そう、だってにもうボーカルとか何回も撮ったね、すごいわそう、ブレス混じりのがなり、あーつーっていうのがめちゃくちゃスパイヤーの池さんっぽいんだ、うんうんうん、てかその前にも今なんか何箇所かあったでしょ、うん、あどうみたいな、うん、ああいうのが結構今回オレンジに入ってて、で今ボーカル抽出だったんだけど、ファーストテイクでもめちゃくちゃ分かりやすい部分があって、そのファーストテイクの紡いでくブレスがなり、ブレスがなりのところを一回注目して聞いてみようかな、3分35秒の限られたのかがちょっと池さんを想像して聞くとキュンってするから、ほうかに注目して聞いてみよう、いくよ、ほうこれよ
かっこいい。かっこいいね、これ。ファーストテイクでこんな。ああ、うん、そうか。ファースト、いけない。SD、SD よかった。ファーストテイクが。そうか。そう、ファーストテイクが、こんな、一回で撮って。すごいね。熱量全こもりで、嬉しかない。いや、ここでも今ちょっと池さん感もなんかどっか紡いでる感じしない？確かに、うん。うん。すごいと思うよ。だってあんな、カリスマボーカリストの後に。そうはね、だいぶ入って、プレッシャーとかもすごいやろうけど、うん、動画とかも、サムライハートの動画とかも見たけど、うん、合ってるよね、合ってる。そう。そうそう。うん、あの、わかる。様になってるというか、うん、メンバーとかともすごい、まあいろいろ話したり、こういろいろ。ボイスディレクションとかもある上で。そうそう、うん、いや、すごいいいバランスだよね。そう。ギリギリ、真似しすぎない。うんうんうん、ギリギリ、なんか自分出しすぎないっていうか、なんだろう、そのちょうどもう陽介さんじゃないと無理だみたいなライン入ってる。だからなんかあんまりみんなボーカル変えたらがっかりするところを、どっちかというとみんなもう背中押してる。応援スタイル、応援スタイルやってる。ウェルカムスタイル。でも気持ちわかる。すごいやってる。っていうのが、まあその、池さんへのリスペクトも込めてだと思うんだけど、うんうん、こういうちっちゃい部分に、池さんリスペクトがないとか、裏声拳がちょこちょこ入ってるのもあるし、その持ち前の滑舌の良さとか、STK のすごい、素晴らしい。めちゃくちゃ今回感じるオレンジ楽曲でした。はい。はい、いや、多分スパイエアね、もっともっとめちゃくちゃでっかくなると思うから、うん、また続き、違う曲もやっていこうと思うんで、続きをお楽しみ。ということで今回はスパイエアーのオレンジのボーカル分析動画でした。このチャンネルでは歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマはスパイエアーの好きな曲。あんまやってこなかったからね、スパイエアー分析も。オレンジでも結構好き。いいよね、うん、でこれ映画見てないのがちょっと近くないかもしれないけど映画見たいよ、うん、映画絶対泣けるところでオレンジ入ってくる。 C マイワールドジャパニケーション、それ池さんの時代の曲でももちろん好きな曲があったらぜひぜひコメント欄に書き込んでみてください。もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。何を隠そうさ、うん、この動画で裏声拳ってめっちゃ言ってんじゃん、うん、それ生まれたのジャパニケーションなんだよ。あー、当時当時へえ。当時その、まあ、ビーズとかラルクとかは何も考えないで普通に歌ってて勝手に裏声拳ついてたの、うん、でジャパニケーションめっちゃかっこいいなと思ってレコーディングした時にジャパニケーションの K がめっちゃなんかかっこよくいかないなって思ってて、うん、そこに裏声拳入ってること気づいて、全部入ってたんだけど、裏声拳が。やってみた。うん。そしたら、めっちゃ、ジャパニケーションってやるだけでめっちゃかっこよくなって。うん、うん。おーってなった気づきが裏声拳の始まり。あ、そうなんだ。そっから意識して、つけたり、つけなかったりとかもできるようになってきて。へー。あ、じゃあその意識した瞬間がもう、そこやったんや、うん。そう、ジャパニケーションの。はぁ。注目してください。